皆さん、こんにちは。私はダニエルと申します。お元気ですか？私は元気です。でも、明日、化け学のクイズがある。そして、まだ、勉強しなかった。大変ですね。今、午前12時くらいですか。また起きる。疲れらない。疲れない。じゃあ、今、週末に、先生に、先生にとってイディファイアで教えています。日本語を教えています。でも毎日日本語を自分で勉強しています。じゃあ、化学を勉強するつもりですか？化学があんまり、好きじゃない。日本語の方が好きですよ。今晩、クラスをあげました。楽しかったが、4人の学生が、4人の学生しかいなかったんだ。じゃあ 20人がいるはずだった。 ちょっとびっくりした。最近 YouTube のブログをしなかったんだね。イドゥファイアで教えているから、どうして YouTube で教えるの？ と思いました。教える？ 先週、日本人のひとみさんと会いました。ランチを食べました。楽しかった。もっと日本語で話したり、日本に老解することと話したり、今度何をするかなと
話したりしました。トミさんはアメリ、日本から来ましたが、アメリカ人と最近結婚した。びっくりしたね。でも彼はとても優しい人です。ひとみさんも優しい人ですよ。じゃあ、終わりました。ありがとう。じゃあまたね。おやすみ。